SD ポンフェラディーナサッドは、スペインカスティーリアイレオン州レオン県ポンフェラーダに、本拠地を置く、サッカークラブ。2020から21シーズンは、リーガエスパニョーラのセグンダ・ディビシオンに所属している。1922年に創設され、その歴史の大半を、テルセーラ・ディビシオンやセグンダ・ディビシオン B で過ごした。テルセーラ・ディビシオンに在籍していた1967年には、 レアルマドリードから6から1で歴史的な勝利を収めた。2000年9月5日、エスタディオ・フエンテス・ヌエバスに代わる新スタジアムであるエスタディオ・エルトラリンが落成し、セルタでー号を招いて落成試合が行われた。2006から07シーズンはセグンダ・ディビシオンに初参戦したが、 順位表の下から3番が目に沈み、1シーズンで、セグンダ・ディビシオン B 降格となった。2009から10シーズンは、勝ち点75を獲得して、レギュラーシーズンで優勝し、昇格プレイオフ準決勝で、ウエ・サン・アンドレーを PK 戦の末に破って、セグンダ・ディビシオン帰り先を決めたが、2度目のセグンダ、挑戦となった2010から11シーズンも21位に、 終わり再び1年で降格となった。翌シーズンは、セグンダビーで、グループ2位になり昇格プレイオフを勝ち抜いて3度目の2部、昇格。2012から13シーズンは序盤こそ低迷した、ものの中盤から順位を一気に上げ、最終的には昇格プレイオフまで、あと一歩に迫る7位でシーズンを終え、クラブ史上初となる2部残留を果たした。中、選手の国籍表記は、 フィファの定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。